はあ、今日はちょっと寝すぎちゃった。おはよう。って、あれ？誰もいない。ユーリさんがまだ起きてないなんて珍しい。体調でも悪いのかな？ユーリさん、まだ寝てるの？返事がない。大丈夫かな？入るよ。まだ寝てる。ぶ。ユーリさん、もしかして、うなされてる？ユーリさん、大丈夫？ダメだ。全然起きない。なんか様子がおかしい気がする。ユータくんに相談しよう。ユータくんもまだ降りてこないけど、さすがに起きてるよね。ユータくん、起きてる？あれ、返事がない。入るよ。あれ、ユータくんもまだ寝てる？休みの人はいえ、まだ寝てるなんておかしい。ぶ。ユータくん、まさか、ユータくんもユーリさんと同じでうなされてる？二人ともそんな怖い夢見てるのかな？ユータくん、起きてよ。ユータくんってば。ダメだ。ユータくんも全然起きない。一体、どうなってるの？夢にうなされているとはいえ、こんなに起きないのはおかしい気がする。そうだ、ジンさんとモモナさんに相談してみよう。え、ユーリとユータくんが起きない？うん、どんなに声をかけても体をゆすっても起きないの。なんだかずっと悪夢にうなされているみたいで。なぜそう思う？二人ともなんだか苦しそうで、まるで怖い夢を見ているみたいなの。どう？二人して悪夢にうなされているなんて、ちょっと引っかかるわね。ええ、霊的なものが原因かもしれない。そんな、ユーリさんとユータくんは大丈夫かな？とりあえず、二人の様子を見に行きましょう。ああ、確かにミオの言う通り、眠っているようだな。だが、意識領域に何か問題が起きている可能性がある。意識領域？簡単に言ってしまえば、夢の中の世界と言えるわね。え、夢の中？ユータの様子は？ダメね、呼びかけには全く反応しないわ。まるで意識は別のところにあるみたいにね。そんな、一体どうすれば？こうなったら直接確認しに行くしかないわね。え、そうだな、このまま待っていても覚醒する可能性は低いだろう。直接確認するって一体どうするの？二人の意識領域、夢の中に入るのよ。え、そんなことできるの？俺たちは死神だ。もともと実体がない。だから人間の意識領域にも入ることができる。ええ、だからやろうと思えば人間に憑依して体を借りることもできたりするのよ。すごい。だが人の意識領域などあまり入りたくはないがな。どうして？例えば人に知られたくない過去とかも見えてしまうこともあるの。勝手に人の心を覗くのはあまりいい気分じゃないでしょ。まあ確かに。でも今二人には意識領域で何かが起きていることは事実。その原因を取り除いてあげないと、もしかしたら二人は永遠に目覚めないかもしれないわ。そんな。まあいずれにしろ、意識領域に入れば何かしらの原因はわかるはずだ。そういうこと。じゃあ私はユータくんの意識領域にお邪魔してくるわ。ああ、頼む。ミオ、お前は二人の様子を見ていてくれ。うん。ミオ、そう暗い顔をするな。ユーリとユータのことは俺たちに任せろ。必ず原因を突き止める。じいさん、ありがとう。二人のこと任せたからね。ああ、ここはもみじ町総合病院。どうやら現実と同じ病院がここにはあるみたいね。モモナ、なぜここに？さあ、私はユータくんの意識領域に入ったけど、そこにあなたがいたの。つまりユーリとユータの意識領域はつながっているのか？
そういうことになるわね。あまりこういうケースは聞いたことがないけど、一つだけ心当たりがあるわ。何？最近 SNS で少し話題になっていたことがあってね。いろいろな人が同じ悪夢を見ているの。同じ悪夢？ SNS に載せているぐらいだから、他の人はちゃんと覚醒しているみたいだけど、みんな同じ容姿の男に追いかけられる夢らしいの。そして SNS 上ではディスマンと呼ばれていたわ。変な名前だな。誰がつけたか知らないけど、悪夢がひどすぎて警察に駆け込んだ人もいたらしいわ。あの男を見たってね。あの男、なるほど。それでディスマンか。今回の件と無関係ならいいけど、意識空間がつながっているっていうのがちょっと引っかかってね。まあ用心するに越したことはないだろう。そうね、ユーリさん大丈夫。ユータ君よかった。私は一体？さっき変な男の人に運ばれてきたんだ。僕もその人に追いかけられて捕まっちゃって。あ、そうだ、私も急に変な男の人に追いかけられたんだ。それにしてもここは一体？わからないけど、この透明な壁がある限り僕たちはここから出られそうにないよ。一体どうしてこんなことに？目が覚めたようだね、エイミ。会いたかったよ。やっと見つけた。あなたはさっきの。それにエミって誰よ。私の名前はユーリよ。エミじゃないわ。私たちを閉じ込めてどうするつもり？そうか、また乖離性障害で別の君が出てきてしまったんだね。かわいそうに。乖離性障害？あなたは何を言ってるの？君は病気なんだ。だからこの先は僕がずっと君の治療を続けてあげるからね。ふざけないで。私たちを早くここから出して。そんなことするわけないだろ。やっと君を見つけたんだ。もう絶対君を話はしない。何なのこの人、まるで話が通じない。乖離性障害って確か精神疾患の一つだった気が。もしかしてこの人は精神科医なのか。今僕たちがいるところも病院みたいだし。おじさんはどうして僕たちをここに閉じ込めたの？ケン、まさか君までエミと同じようなこと。でも安心していい。君のことも生涯僕が面倒見てあげるからね。ケン、まさかこの人僕たちを誰かと間違えているのか。おじさん、僕の名前はケンじゃない、ユータだ。こっちもエミじゃない、ユーリさんだ。おじさんが言ってる人とは別人だよ。うるさい。私が君たちのことを間違えるわけがない。その容姿は間違いなくエミとケンだ。いろいろな人間の中に入ってようやく巡り会えたのだ。別人なわけがない。きっと精神状態が不安定なんだね。今とっておきの薬を打ってあげるからね。そうすれば君たちの精神も安定するだろう。え、ちょっと待って。やばい、僕たちに何かする気だ。なんとかしてここを脱出しないと。ユータ君、次あの人がここに入ってきたら私が隙を作るから、その隙にユータ君だけでも逃げて。え、あの人がこっちに入ってくる時ならここを出られるチャンスがあるかもしれない。な、何を言ってるんだよ。そんなのできるわけがない。ユーリさんを置いていくなんて。お願いユータ君、もうそれしかここを出る方法はないわ。だとしても僕は。それにここは現実世界じゃないと思うの。死神化もできないし。それは僕も思ったけど、でも夢だとしてもこんなに意識がはっきりしているのはおかしいよ。ここで起きたことは現実にも影響がある気がする。だから。ユータ君の言う通りよ。で、モモナ、それにジン、助けに来たわ。よかった、助かった。相変わらずお前は無茶な選択ばかりしようとする。ジン、どうやらお前たちの意識はこの空間に閉じ込められているようだ。ここの空間で起きたことは現実世界のお前たち自身にも大きな影響を与える可能性が高い。無鉄砲な行動は控えるべきだ。うん、その点ユータ君は
相変わらず冷静ね。感心感心。僕はただ。でも困ったわね。この結界、ちょっと特殊だわ。私たちで壊せるかしら。やってみればわかるさ。お前たち、どこから入ってきた？何者だ？し、思ったよりも早く戻ってきたな。俺たちは死神だ。死神だと？この二人の人間は、私たちにとって重要な存在なの。だから解放してくれないかしら。ふざけるな、レミとケンは。生涯私が守ると決めたのだ。もう二度と失うわけにはいかない。それがあなたの未練かしら。未練だと？何を言っている。お前はもうすでにこの世に存在していない。違う、私は。あの二人はあなたの言うエミとケンっていう人間に似ているみたいだけど、別人よ。でもそんなことはあなたも分かっているわよね。で、どういうこと？こいつは自分の未練をお前たちで晴らそうとしているんだろう。あいつの言うエミとケンという人間がお前らに似ているようだが、そんなことをしてもお前の魂が救われることはない。くっ、分かっている。もう全てが手遅れだということも。だがそうでもしないと私は自我を保てなかったのだ。でなければとうに私は。あなたの未練を教えてくれるかしら。私たちは死神よ。さまよう魂を天へと送るのが私たちの仕事。理由がどうあれ、あなたは悪霊にはならず自我を保った。それなら私たちがあなたの未練を晴らしてあげる。モモナ。私は精神科医だった。エミという少女は私の患者だった。彼女は家庭内で虐待を受け、乖離性障害を抱えていた。彼女にはケンという弟がいて、私は彼女たちを救おうと決意し、彼女に君たちは必ず私が救うと約束したんだ。しかし彼女たちが失踪し、その約束を果たせなかった。それがあなたの未練なのね。ああ、私はショックで酒に溺れ、酔った勢いで道路に飛び出し、車にはねられ命を落とした。でも私はまだ世界をさまよっていた。そして人の意識に干渉できることに気がついた。それを利用してエミとケンを探し、彼女たちを見つけた。なるほどね。その過程でいろいろな人間の意識空間に入り、それが悪夢の噂、ディスマンとなったのね。なんだかかわいそうな話。そうね。なら、そのエミという人間を見つければあなたの未練は晴れるのかしら。おい、ああ、もしもう一度彼女と会うことができたなら。いや、彼女が今もどこかで生きていると分かればもう十分だ。分かったわ。じゃあその人間を探してあげる。本当か？その代わりこの二人を解放してくれるかしら。ああ、もちろんだ。じゃあそういうことだから、ユーリとユータ君はここでもう少し待っててね。うん。モモナさん、ありがとう。モモナ、どういうつもりだ？言葉の通りよ。ここの空間は特別なもの。あの結界もね。この意識空間での主導権はあいつよ。怒らせればユーリたちに危害を加えられる可能性もある。少し面倒だけど、これが一番穏便に済む方法じゃないかしら。ふん、ならさっさと終わらせるぞ。じいさん、何かわかった？ああ、だが少し面倒なことになった。面倒なこと？でも安心して、すぐに済むから。ミオちゃんはここで二人の様子を見ててもらっていいかしら。うん、わかった。ここが意識空間にもあった病院ね。そのようだな。だがここで失踪した患者の行き先などわかるのか？ SNS でディスマンが投稿され始めたのは割と最近の話なの。だからこの病院で失踪した患者について聞けば何かわかるかもしれないわ。ところでジン、そのまま行くつもり？問題あるか？大ありよ。ジンにも人間の姿になってもらわないと。なぜだ？
私が一人の記者として情報を聞くよりも、親戚とかの設定の方が詳しい情報が手に入りそうでしょ。仕方ない。じゃあ行くわよ、お兄ちゃん。お兄ちゃんだと。そういう設定よ。ああ、お前の兄を演じれる自信はないが。それは私に任せて。あの、お尋ねしたいことがあるんですけど。はい、何でしょう。この間までエミという子がこの病院に入院していたはずなんですが、失踪したと聞きまして。あなた方はどちら様ですか。あ、実は私たちエミのいとこでして。エミちゃんのいとこですか。実は海外に住んでいたんですが、エミが病院から失踪したと耳に入りまして、私としてもすごく心配でアメリカから帰国してきたんです。兄はアイルランドから。おい、なぜ俺をアイルランドに住んでいる設定にした。何か突っ込まれたら俺は何も答えられんぞ。そこはもうジンのセンスで全力でごまかして。お前な、わざと無茶苦茶な設定にしただろ。そうだったのですか。実はこの件にはちょっと事情がありまして、場所を変えてお話しさせていただいても。ええ、構いません。少々お待ちください。少し訳ありみたいね。そのようだな。とりあえず親戚だと信じてもらえたようだが、警戒心の薄い人間で助かった。私の計算通りでしょ。また適当なことを。まったく、お前というやつは。お待たせしました。どうぞこちらへ。実はエミちゃんはただの失踪ではないんです。どういうことですか。当時エミちゃんの主治医だった工藤先生はすごく優秀で、他の患者からの評判も良かったのですが、エミちゃんにはちょっと特別で、おそらく特別な感情があったんだと思います。エミちゃんの病状もだいぶ安定してきたのですが、工藤先生は頑なに退院をさせなかったんです。他の看護師からはもう必要なさそうなのに、精神安定剤を投与したりもしていたらしく、最終的にエミちゃんは身の危険を感じこの病院を去りました。そんなことが。工藤先生はエミちゃんを大事にしすぎたあまり過保護になりすぎてしまったようなんです。でも工藤先生にとっては親から虐待を受け、帰る場所もない彼女を守りたかっただけなのかもしれませんが、行き過ぎてしまったんだと思います。彼女がどこに行ったかはわからないんですか。ええ、申し訳ありませんが、そこまでは。ただ、先日病院宛に彼女から手紙が届いたんです。勝手に病院を逃げ出したことの謝罪と、今は元気に暮らしているという内容の手紙でした。そうですか。よかったらその手紙、お借りしてもよいでしょうか。見せたい人がいるので。ええ、大丈夫ですよ。エミ、そうだったのか。君が病院から姿を消したのは僕のせいだったのか。あなたがエミさんにしていた行動は彼女にとっては重すぎたのかもしれないわね。もっと僕が早く気がついていれば今頃君は。だが親に傷つけられて精神を病んだ彼女が日常に戻れたのは少なくともお前の功績だろう。悪いが俺もその手紙を読ませてもらったが、お前への感謝はあっても、お前を悪く言うような言葉は何も書かれていなかった。最後の形はどうあれ、お前には感謝をしているのだろう。ああ、私はどうやら間違っていたようだ。でも、今彼女は病を克服し、元気に生きているのなら、私が思い残すことは何もない。あ、結界が消えた。君たちの意識を閉じ込めてすまなかった。私はただ自分の無念を晴らすためだけに君たちを利用しようとした。ただ容姿がエミとケンに似ていただけだったというのに、なんと愚かだったのか。でも彼女の今を知ることができ、心が救われた気がする。感謝する死神。人への優しさは時に重荷になってしまうことがある。結局のところ、善意のつもりであっても、人によっては悪意にもなりうる。そんな複雑な気持ちの中、私たちは、
無事に夢から覚めたのであった。この動画がいいなって思ったら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。